どうも、バンです。えー、本日2024年3月8日。時刻は、えー、9時、夜9時前ですね。と、立花隆さんがですね、また動画を上げられていられましてですね、つい3時間ほど前ですね、えー、一通り全部聞かせていただきました。立花隆、大激動です。<laughs> はい。えーね、皆さんご存知かもしれないですけれども、えー、ですね、今、みんなで作る党の方ですね、に、えーですね、破産申し入れがね、えー、され、破産のね、申し立てがされている,、えー、いるところですね。仮執行申し立て中とのことですね。で、えー、そのあのー、債務者、債務者である、えー、民族党がですね、準備書面2ということで、え令、ー、和6年3月7日、一昨日かな、じゃあ昨日か。 昨日に、えっ、ー、と、裁判所の方にね、えー、この準備書面の、えー、バージョン2を、えっ、ー、と、民族党の弁護士の豊田健治さんがですね、えー、提出されたということですね。で、まあ、これをもってして、まあ、えっ、ー、と、一応、えー、破産するかしないかが、えっ、ー、と、司法で判断されるとのことなんですけれども、まあ、えー、豊田弁護士がですね、えー、まあ、 A48 ページぐらいにわたってですね、えーまあ、反論と言いますか、この破産申し立ては、えー、不当な目的による、本来の目的とは違う申し入れで行われているものだというふうなね、えー、ことがですね、くど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 、すごい、えー、10項目以上にわたってね、えー、書かれていると言った、えー、そういうような内容になっています。で、 えー、まあ、それに対して立さんが、えー、反論していくという動画なんですけれども、えー、っとね、驚くべきはですね、ここですね、この、えー、豊田弁護士の主張、彼、えー、執行申し立ては、えー、その目的は、まあ、ちょっと長いに注落しますけども、動画をね、えー、真ん中付近に出てきます、えー。大津彩香卸であるのは明白で、 え、あるというようなね。まあ、そういうような、えっ、ー、と、債権者準備書面の主張なんですけれども、これをですね、立花氏はね、あっさり認めてるんですよ。で、えー、その立花さんの主張はですね、えー、あっさり認めてるのを認めるんですけども、大津彩香を辞めさせなければ破産すると、まあ、えー、この動画の中でね、繰り返し主張されてます。で、まあ、その、 えー、大阪を辞めさせなければならない理由はですね、大阪には政党をまとめる能力がないと。で、その根拠なんだけれども、2名の国会議員が結局は離れていってしまってるじゃないかと言ったような主張ですね。で、えー、ところがですね、これ、えー、もういきなり革新部分に行きますけれども、 民族党をですね、えー、ま浜田さんが辞めたのは、まぁ、1名辞めるか2名辞めるかの違いで、1名辞めるかはですね、数千万の違いとのことなんでね、まあ、大した、大したってことないけど、まあ、額にしてみたら、10分の1以下の問題であるということをね、まあちょっと置いておいてですね、問題は、斉藤健一郎さんですね。結局、斎藤健一郎さんが民族党を離党したのはですね、 元々斉藤健一郎さんは民宿党に所属する意向を何度も示されてたわけなんですよね。で、最後の最後で立花さんがですね、斎藤健一郎さんと協議して、やっぱり民宿党を離党しろというふうな指示を出されました。その理由は、前にもバンティリーが動画にしている通りですね、大津綾香氏が党の口座、銀行口座ですね、その口座をどこの銀行にしたかを明かさなかったと。 いうことが最大の理由であるということですね。これ皆さんご存知の通りです。で、その大津明歌氏がなぜ銀行の口座を変更したのか。加えて言うならばなぜその変更した口座を立花さん一般に教えないのか。これも前、バンティービーが解説した通りですけれども、その辺はですね、長くなるんで、穴の開いた財布でバンティービーで検索していただければね、えー、詳しく出てきますので、えー、ちょっとその点は、えー、概要欄にリンクを貼っておきます。 でまぁ、あえー、その問題はあるんですけれども、今回はですね、えー、司法判断がね、これどうなるのかね、ここがね、注目だと思うんですよ。大津谷家には政党をまとめる能力がない。司法が人の能力を判断するのかどうかに注目したいと思います。v a t v の予測はですね、判断できないのではないかというふうに考えます。なぜか。こんなもん会社じゃないんだから。 会社はね、あの、能力級とか、あとそれから、えー、人をね、えー、能力で判断して、えー、お給料とか差をつけたりとかしますけれども、それをね、司法がやるというのは、まあ、ちょっと聞いたことがないですし、そんなことをやっていいのかどうかというね、えー、ま、そういうところがあるかなというふうに思いますね。あくまでも司法は、借子定義に考えます。大津さんが何歳であっても、 男性か女性かであっても、そんなことは関係ないです。判断するのは、機械的に、判例であるとか、前例であるとかを基準に判断するだけだというふうに、バンティーピは思いますね。ま間もなくね、えー、民族党が破産の、えー、彼執行がね、えー、なされるかどうか、これがね、えー、まあ、えー、判断が下されるでしょう。これのね、えー、日が、いつなのかっうと、まだわからないです。 バン TV の予想ですけれども、これは3月中のね、少なくとも3月21日、代表権訴訟よりも後になるんじゃないかなというふうには、そんな気がしてきました。なぜか、司法は、ややこしいことにはですね、なるべくね、こう、判断を先の、先送り、先送りしようとし,します。代表権訴訟はですね、いわゆる。それが3月21日に判決が出るということを踏まえたら、まあ、ちょっとそれ見てからにしようかとかね。 まあ、僕が裁判官だったらなんておこがましいですけども、まあ、なんかね、そんな風に考えるんじゃないかなという風に思いました。はい。そしてですね、えー、まあ、一番最後になりましたけれども、この立花のさん大激動動画の一番最後の最後でですね、立花さんがねん、こうおっしゃいましたですね。大津彩香は早くチンパンジーになれ。 その後言い直されて一般人になれというふうにおっしゃってるんですけども、で、まあ、その横でね、斎藤健一郎さんがギラギラ笑ってはるということを考えると、ちょっとね、これはね、まあ、あんまり言うとね、えー、立花さんにね、訴えられても具合悪いんで、まあ、バン TV は、 どういうことを立花さんが飲められてどういう状況だったかっていうことを伝えるのみにとどめさせていただこうというふうに思いますはい本日以上ですではでは